大腸内視鏡カメラ、ペンタックス製、CCD 方式大腸内視鏡の先端部、細い方は警備上部消化管内視鏡。共に、二つの発光部、カメラのレンズ、監視光、早期、送水光が見える大腸内視鏡カメラの操作部、同心円のダイヤル、左から左右アングルロック、左右アングル、上下アングル、上下アングルロック。大きなボタンは、 上側が吸引、下側が早期、総水ボタン大腸内視鏡は、肛門より挿入し、直腸から結腸もしくは、会腸末端にかけて、診断、治療を行う器具としての内視鏡、もしくは、主義のこと。英語では、器具は、キャラノスコープ、主義は、コロナスカッピーと、綴りが異なるが、日本では、同じ語句を用いることが、一般的である。 株消化管内視鏡検査とも呼ばれる。大腸内視鏡の歴史は三つの段階に分けられる。第一段階は、機器の開発である。開発者は、東大のには広崎大の松永東北大の山形である。第二段階は、挿入法の開発である。広崎大学の田島剛が世界で、初めて盲腸まで挿入する方法を確立した。今日、 多くの専門家が立ち場を開発者と認識している。その後、ドイツの出入れ、アメリカのシンパにヒロミにより SDJ でループを解除するという一人法が開発され、これが今日の標準的主義となっている。第3段階は治療イコール内視鏡的、ポリープ切除術の開発である。1968年、東大のには、常岡により、高周波スネアが開発され、 胃の内視鏡的ポリープ切除術が成功した。そして1969年、オリンパスの一人の社員を通じて、スネアーがアメリカの新谷に渡り大腸の内視鏡的ポリープ切除術が成功した。1968年になぜ、日本で大腸の内視鏡的ポリープ切除術が行われなかったのかには、いくつかの理由があるが、1968年の 東大紛争による研究の中断と当時の日本では大腸がんが多くなく重視されなかった事情の2点が大きいと言える。いずれにせよ、着るだけで縫合しない大腸の内視鏡的ポリープ切除術が手術として完成したのは1970年代以降に内視鏡による縫合技術が生やし、ハチスにより開発されてからである。大腸内視鏡検査は払いた、便秘、下痢、 血便など大腸疾患が疑われる場合の診断や治療方針の決定に必要である。主要のスクリーニング、炎症成長疾患の診断や治療の効果判定や経過観察、血管病変や全身疾患の腸病変の評価などが診断目的ではよく知られている。治療目的には主要切除、死血術、減圧術、狭窄拡張術、異物除去術、 制服術、抗がん剤の曲中、術前のマーキングなどで行われる。最も良い適応は、貧乾血陽性の場合の精査である。血血をしている場合は、循環不全の場合は、内視鏡検査ができない点に注意が必要である。また、急性期は、腸内の凝血界や新鮮血で視野が確保できない、ことが多いため全身状態が良ければ、全処置をしてから検査する。 大腸内視鏡検査の絶対近忌には、急性腹膜炎、腸幹線行、循環不全、腹部大動脈瘤などが挙げられる。内視鏡検査予約前に、腹部単純 X 線写真を撮影し、腸幹閉塞性の疾患を疑う患者が、蛍光腸幹洗浄剤の服用によって、腸幹線行や破裂を生じぬ、よう、事前スクリーニングが必要である。検査前の準備は2つ。 一、被検査者自宅での準備とに病院での準備であり、いずれも、大腸内部をきれいにして、検査を確実にできるようにするためである。検査前日は、食物繊維がん有料を少なくした、検査用食事と、夜8時頃下剤服用。水分は多めに取る。当日は、水分の摂取を控え絶食状態で診察に臨む。問診により、 前日夜に服用した下剤による排便を確認する。蛍光腸管洗浄剤の服用。いずれも排便にビンカスがなくなり、黄色で透明な液体になれば検査実施化となる。検査実施化となったら患者は検査医と検査用下着に着替える。検査用下着は紙製のデスポーザブルのもので、肛門部にスリットが開いている。 こうすることで患者の緊張感と羞恥心の緩和を図っている。患者は一般的に背中を医師に向け、左側外となる。医師は内視鏡をアングルを含む操作部を左手に恥じし、CCD、チャンネルを含むスコープ先端を右手に恥じする。左手はガンシューティングスタイルでアングルを縦に恥じし、アーレンキーのようにスコープを回転できるようにする。 スコープの滑りを良くするため、キシロカインゼリーが、旧来は、スコープ側面に、塗布されてきた。リスクマネジメントの観点から、現在は、リドカイン相当余量を減らすため、リドカイン悲願ーゼリーの使用が推奨されている。KY や、スループロゼリー、エンドルブリなど各社から内視鏡製品関連の、多くの会社から発売されている。またリドカイン悲願 U 潤滑剤の使用は、 泌尿器科での膀胱鏡、尿道化テーテルや放射線科での中腸、X 線検査など、他の医学領域でも進められている。大腸は、上部消化管と異なり、直腸 RSS 状結腸シグモイド、ディセンディングコロンジャンクション下行結腸非腕極部、横行結腸管腕極部上行結腸と、生理的な屈曲が4箇所ある。また、S 状結腸と横行結腸は自由に形状を。 変えるため、スコープを挿入方向に押し込んでも、中間部でたわんでしまうことがあり、上部消化管内主教のように、単純に押し込むことでは深部へは挿入できない。そのため、挿入技術に関しては種々の技法があり、解説した書籍もある。かつては、スコープ操作とアングル操作を分担した二人法も、行われていたが、現在は一人法が主流である。また従来は、 X 線投資を用いてスコープ形状を確認していたが、現在は X 線を用いずに挿入する技術が普及している。挿入に際してはなどがある。補助技術としては圧迫によるスコープコントロールや患者の体変換などがある。ありがとうございます。